お疲れ様です。それでは。何？急ぎの話でもなければ後にしてもらえますか？まあ少しであれば、机の上に置きざらしのカップ麺に免じて。はい。町おこしの祭りか何かな。ご心配なく。どうせバラシだろうと思っていたので。そうですか。それなら良かったですね。まだ何か話がありますか？いい加減遅れる。失礼します。傲慢では？使う側が使いたい人を選ぶだけなんだから。はあ、はいはい。そうやって自分を高めて、本当にご立派。まだ何か話がありますか？いい加減遅れる。失礼します。冷房効いてます？わかりました。話は終わりましたよね。行きます。レッスンの時間なので。失礼します。お疲れ様でした。こちらこそ、2日間よろしくお願いします。スタッフの方が的確に指示してくださったおかげです。無理やり持ち上げようとしないで。
そうですか。まるで叙情的な舞台のような言い回し。ステージはあちらですよ、役者さん。翼プロダクションの樋口まどかです。精一杯務めさせていただきますので、よろしくお願いします。お気遣いありがとうございます。いいご縁をいただけたからには、この街の魅力を同世代の方にも伝えられるよう、ご期待に添えるように頑張ります。チェックインの時間、そろそろですよね。プロデューサー、未熟ながら青いうちは柔軟さもあるので、町おこしの思いを汲んでそれを表現できたらと。対応力も少しはついてきたようですし。何？さっきの。はい。今、宇宙の果てへ向かって浮かんでいく。今日の役目なんて、メインディッシュまでの人を集めるための添え物だから、あの程度の MC なら誰でもできる。花火、こんなに近くで見られる部屋、本来なら旅行客が利用するべきなのに。何？
打ち合わせは終わりですよね。部屋に戻ります。お一人ではしゃいでいてください。他の宿泊客の迷惑にならない程度に。明日は朝早いので、私の時間は私なりに有意義に使わせていただきます。あなたが起こしに来てくれるならお言葉に甘えますが。模範的な回答ですね。ではお先に失礼します。みたいですね。残念でしたね。パッと咲いてパッと散る陳腐な感想。部屋に戻ります。明日ロビーに集合でしたよね。それでは。しつこい。風情とかそういうのいいので、お気持ちだけで。単にチリザマを消費されて消えていく。そういう存在かと。そうですか。情緒に浸るのはお一人でどうぞ。一応言っておきますが、モーニングコールはいりませんので。失礼します。回りくどい励ましの言葉、わざわざどうもありがとうございます。明日はロビーに集合でしたよね。それでは。ありがとうございます。そうですか。わかりました。せっかくですからお言葉に甘えさせていただきます。浮かれた匂い、浮かれた明かり、浮かれた音楽、浮かれた人の笑顔、光の波を漂うように。
浮いている自分。忙しそうに出て行ったと聞いていましたが、のんきさを演出する余裕があるようで何よりです、ミスターフェスティバル。そうですか。いつまでつけているんですか、それ。今その面をつけたあなたは、全く似合いませんね。アイスカフェラテ一つ。じゃあそれでお願いします。いや、大きすぎる。はあ、無難でいい。身の程を知れば、本当の自分が何者かを知ることになる。知りたい？知りたくない？私は。風。強。こいつのせいか。暑いが急に終わって、今を過ぎていく。寒。